おはようございます。ゆきちゃんでございます。だいぶ秋めいてまいりましたよね。今日はちょっともう寒いぐらいというような季節にやっとなりました。実は今日はですね、フォックスブラザーズ、ご存知いらっしゃる1772年創業したフォックスブラザーズの、今回は、2日ほど前から、ダグラス・コルド社長がいらっしゃっていると。今回まあ一つのテーマというのはですね、ブラックでやりたいということなんです。まあブラックというと、もう申し上げるものでなく、このやっぱりタキシードですよね。タキシードが基本のもので、タキシードをやりたいというようなリクエストがございました。ここでやっぱり私はちょっと考えたのは、私がですからもう今から約50年前ですかね。50年前にロンドンに行きました。ロンドンのやっぱりイギリスのスタイルかっこいいよなというところで、当時ドチェスターというホテルがあって、非常に格式の高いホテルですが、そこでですね、ブリティッシュ・メンズウェア・ギルドという展示会がありました。で、私はまあそこに、の会場に入ろうとして、回転ドアをぐーっと開けかけたんですけど、中にいる人たちがですね、まあとにかくすごいジェントルマンのスタイルですね。で、そこで私は自分の格好を見て恥ずかしくて、半分ドアを押してそのまま帰ってきたという記憶があります。これはまあ何を申し上げたいかというと、我々はですね、やっぱりスーツをお好きな方、もしくはまあいろいろこう、カジュアルなスタイルがお好きな方いらっしゃるけど、ある程度やっぱりその英国が決めた基本のやっぱりドレスコードというスタイルがあります。これは結婚式とか、まあ、もしくはお葬式で黒ということだけではなくて、まあイギリスの場合は比較的このタキシードっていうのはもう20代ぐらいの方から結構普通に着て持ってます。やはりこういう文化は日本の中にはほとんど育てられてないと。タキシードイコール借り物だよねというと、なんかチャラチャラしたものになってしまう。まあ、そこでですね、まあ、ダグラス社長もドレスコードの基本ということをいろいろと話をしながらトランクショーをやりたいということで、今日が第1回目ということでございます。はい。で、まあどちらかというと、まあタキシード、ブラックスーツ、じゃあブラックスーツとかタキシードとか、まあ、もしくはディレクターズスーツとか、まあ、あらゆる名前があって、どれがどれなんだかよくわからないという方もいらっしゃるかと思うんです。で、一番基本はですね、このブラックスタイル。これはタキシードではないんですが、やはり、まあ、黒のスーツでバタフライをして、で、まあ、本来はこれはまあバラの花を刺して、ポケットチーフは赤というところで、まあ、ダブルカフスをするというようなスタイル。当然、トラウザースについては、いわゆるブレイシス、ついていただいて、で、まあ、これは白でお召しになるか、黒でお召しになるか、まあ、もしくはいわゆるカマーバンドも、いわゆるこのシルバーグレーの、やはり薄めの色、濃いめの色、もしくは白、もしくは黒というところがですね、やはり決まりでございます。あとはまあダブルカフスですから、貝ボタン、いわゆるこのシェルのボタンの白をなさるか、いわゆるオニキスの黒をなさるか。まあ、こちらはいわゆるフロントにつけるスタッドボタンってやつですね。スタッドボタンはどういうものをするかという、ある程度そういうことの基本ってことを、やはり、まあ、ご存知でいらっしゃる方もおられるかと思いますけど、今回はそういう一つのお勉強も兼ねて、いずれは一着きちんと持っていただきたいと。で、こちらはまあ私のですね、買って、まあ、こちらはいわゆるテールですね。いわゆるテールコート。まあ、これはまあ着ることっていうのはほとんど少ないですけれど、テールであったり、まあ、もしくは、いわゆるまあ冬場とか、もしくは秋のこういう季節でも、するのはこういうフリンジのついたものを着て、で、この黒のコートを着るっていうのがドレスコードのスタイルの、まあ、本当の基本の着ですね。で、多少今日私は少しフェイントかけて、構図は赤。で、これにポケットティーフは赤というふうにしておりますけれど、まあ、こんなことをですね、まあ、目高そうで、来週の水曜日まで、トランクショーをやっていこうというふうに考えております。考えております。
またダグラス社長とも、お会いしたら、皆さんにちょっと写真は、お送りしようというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、チャオチャオチャオ、ボナジョルナザチャオ。